美味しいグルメを待っている人たちのためにどんな時でも全力でこだわりの料理を届けようと頑張っている飲食店の皆さん、そんな皆さんを桃太郎ジャーニーは応援しています。頑張れ飲食店、こういう時こそテイクアウトとデリバリーを楽しもう。ばったりと、まあこの辺もですね、人足もなくなりまして、逆にその僕はチャンスかなって思っておりますね。岡山市北区表町に今年の3月にオープンしたジビエ料理専門店カムイ、飲食店にとって逆境の今を前向きに捉えています。私たちがですね、猟の免許も持ってまして、イノシシとかシカとか野生のお肉をですね、新鮮なうちにですね、加工したものをですね、部位ごとの美味しさを楽しんでいただくようなコンセプトで、やっております。この味に自信あり。こちらはイノシシの塩焼き丼です。でもジビエは苦手という人もいるよね。実はですね、私も最初は苦手だったんですけれども、それはですね、本当にこうきちっと処理すればすごく柔らかくて臭みがないんですね。皆さん感動されて食べて帰られるんですよね。イノシシ肉のミンチ、白菜、キャベツなどを使ったイノシシ餃子も大評判。さらに串焼きのテイクアウトもあるんだって。お客様にも非常にこんな時期だけど頑張れっていうふうに声かけていただいてますし、漁師の皆さんからもこの事業は必ず続けていってっていうように応援もされております。こちらのお店に来れないこの時期ですけれども、餃子のテイクアウト宅配を中心に、さらにもともとやってた丼物をテイクアウト用にお出しできるようにしました。それとぬくめて食べていただけるようなご自宅イノシシとかイノシシグルマンキット、それをご自宅で本当にあったかく食べていただけるようにご用意しておりますので、お客様との絆をずっと切らないように、広くそういうジビエのファンというものを広めていけたらいいなと、逆にその僕はチャンスかなって思っておりますね。気軽に利用できるテイクアウトだからこそジビエの美味しさ知ってもらえるのではと安信さん。ジビエのテイクアウト